はい、どうもカビです。9月の17日、ここですね、種まきから20日かな経ったところの、白菜人参実験区画ですね。こっち側耕して、こっち側は耕さない、飛行機で直まきする。こっち側棒種まき、こっち側踏みつけ種まきでやったところです。で、結果から言うと、やっぱ耕して棒種まきした方がよくできてるというか、順調です。はい。で、手入れもしやすくなってます。で、そのことについて、ここから実際のものを見て、解説をしていきます。と、もう一つ、私が防虫ネットを使わない理由っていうこともお話ししていきます。自然農でやる上では、防虫ネットはね、ちょっと相性が悪いんじゃないかと私自身は考えているんですよ。そのこともお話ししていきます。はい。最近もね、1周回って2周目で耕した方がよくできるっていうことがね、痛感されてきてますね。はい。はい、じゃあ見ていきます。白菜が顕著ですね。こっち、このカメラ越しでも分かると、これ全部白菜なんですよ、これね。もう間引きしなきゃいけない。で、ちなみにちょっと食べられてます。あ、青虫がいるね、青虫。おい、これ。モンシロチョウのうちですね。で、あと、こいつが厄介なんです、この時期ね、これ。これ、大根サルハムシっていうのがいるんですよ、ここに。白菜、大根、油中大好きです。はい。で、あとね、カタツムリなんかも食べてる。でね。これカタツムリとアオムシに食べられてると。というふうに、まあ、食われてるけど、なんとか生き残ってる状態。で、こっち、飛行機の方が、わかりにくいですね。はい、一応、あるんですよ、これ。はい、ある。で、ある。で、ない。こんなふうに食われてますね。はい。あと、ネキリムシになられたんですかね。コガネムシの幼虫とか、ヤガの幼虫とかね。で、こんな感じで、あるある。こう。はい。はい。こんな感じ。で、見比べると、もう明らかにね、こっちやられてるんですよ、かなり。ただ、生き残ったやつは結構元気に育ってます。マリキもちょっと先にやったっていうのもありますからね。うん。というふうに、とりあえず今回の比較で言うと、耕してる方が、まあ、発芽してその後の生き残りの率が高いんですよ。で、こっちの方は半分ぐらいやられてます。なくなってる。ただその中でも生き残ったやつはなんとか育って、向こうより元気です。ただあっちはね、間引きをまだしなかったっていうのもあるんですけどね。はい。で、そのことについて私の考察をちょっとお話ししていきます。あとですね、こっちの、まあ、耕す時にも言ったかもしれないけど、メリットデメリットの話で、こっちね、初期除草しやすいんですよ。こういうふうに周りに草が生えてても、これね、三角砲とかでガリガリやればすぐ取れます。はい。それに対して、こっちの草マルチみたいになってるところは、三角砲でガリガリ削ることが非常にやりにくいんですね。なので、一個一個やっていかなきゃいけない。ちなみにこれ、人参ね。人参生えてます、これ。はい。これはね、草マルチを上に敷いちゃってると、引っかきにくいんですよ。あとは雑草が生えてきやすい。草マルチによって、ある程度雑草の発生が抑えられているのに見えるんですけど、まあ、生えてますわ。で、生えてきちゃうと、草マルチがあると邪魔で掃除がしにくいと。うん。発芽の揃え方はやっぱこっちの方がいいですね。棒種まきした方が。こう一列ずらーっと、緑色のライン見えますね。こんな感じで。これ本紅金属ね。できてます。はい。で、こっちはね、やっぱまばらなんですよね、ちょっと発芽の仕方が。これ生えてるんだけどね、雑草の方が早く生えちゃうから、これがデメリットですね。雑草の発芽再生が早くて、でしかも草が乗ってると引っかきにくいということがあります。ほんで、こっちの方がやられてしまった原因としては、例えば土の中にコガネムシの幼虫とかが残っていやすかった可能性があります。はい。で、こっちは耕したことで一回いなくなったんじゃないかな。なんだな、コガネムシのうちだけじゃないとは思うんですけれど、地上部の草マルチの中に虫が潜むことができて、そのためやられたんじゃないかっていう仮説ね。うん。ひとまず、現状としては明らかに、耕した方の生存率がいいんですよ。はい。うん。で、除草のしやすさもこっちの方が上ということです。まあ、引き続きこれね、手入れをして、両方草取りして、間引きもやって、比較はしていきますけれど、現状こんな感じです。はい。ほんで、もう一つのお話。自然農においては、防虫ネットは逆効果になる可能性があるという話をちょっとやっていきます。防虫ネット私が使わない理由ですね。これはですね、
防虫ネットを使うんであれば、まずその土の中に虫や虫の卵がいない状態にしないと逆効果になるんですよ。あのなぜかというと、防虫ネットを張ると外部からの虫の侵入は防げるけれど、同時に天敵の侵入、あの虫を食べるクモとかカマキリとか、トンボとか、あとは鳥とかカエルとか、そういったものの侵入も阻むんですね。なのでこのバリアの中にすでにあの野菜を食べる虫がいてしまう、野菜を食べる虫の卵なんかがあった場合はバリアで守られてしまって外敵がいないんですよ。なので安心して野菜が、安心して野菜を食べることができてしまう。なのでむしろ害虫を守るためのものになってしまうことがあるんですね、はい、なので防虫ネットとか、あとはこれから寒くなってくるときに使うトンネルもそうなんですけど、とにかく中に野菜を食べる虫と虫の卵がないようにする。でそのためにはこの草マルチとか不耕起は非常に相性が悪いんですよ。この草マルチを置くことでそこに、まあ、虫がいたり、あるいは虫の卵が残っている可能性で、土の中にもあの虫や虫の卵が残っている可能性があるので、そういったところから出てきてしまって、で暖かくてあのトンネルがあるとね、あるいは防虫ネットで天敵が入ってこれない状況になるとパラダイスなんですよ。ってなってしまうと野菜が食べられてしまう、で逆効果になりやすいので、防虫ネットを使うんであればまず草マルチは NG やらない方がいい。草の中にいる可能性があるからね。ほんで土も耕した方がいいです。やっぱ土の中にあの幼虫の状態入ったり卵の状態入ったりすると、そういったものもね出てきやすかったりすると思うんで、ってなってくると防虫ネットを使うんであればしっかり耕してあげて、きれいにならして、なるべく虫がいない状態にしてから種をまく、あるいは植え付けて、そして防虫ネットを張ると、そういうことをしないと、まあ先ほど散々言ったように虫を守るバリアになっちゃうんですよ、うん、まあそれこそね温室みたいになっちゃうんで、虫を育てたのねっていうことがあるので、防虫ネットを使うんであればちょっと自然農ではなくて、無農薬栽培として割り切ってやるのがいいんじゃないのかなと思います。まああと私自身がその防虫ネットを使わない理由っていうのは、もう一番めんどくさいからっていうのがあります。だから防虫ネットを使わずになるべく、まあ、ほったらかしても、育つにはどうしたらいいかっていうことを研究してるんですよ。でそこで一つ出てきたのが種まきの時期です。でこれはねもう何度も言ってる話なんですけれど、9月の中旬から10月の中旬のあたりにまくことで虫に食われにくくなります。ただ白菜、ブロッコリー、キャベツのように玉になる、要は生育に時間がかかるものは8月の下旬か9月の頭に種まきしないとなかなか大きくなりにくいので、なのでちょっと難しいんですよ。でその中でもどうやったらその虫に食われにくく育つかっていうことを今いろいろ比較している最中ですね。でその比較の一つが今回もやってるんですけど、この耕したところと耕さないところで植えてみるということです。うん、そうですね。まあ、過去ね不耕起で、ね、何度も試しているんですけど、踏みつけ種まきをしたりとかね。ただその時もねやっぱ食われてるんですけど、でそれにしても今回ちょっとね食われ安くなってるのはおそらく上に乗ってる草、枯れ草の量が多いからじゃないのかなとちょっと推測しています。いつも踏みつけ種まきやるときはもうちょっとね表面きりにどかしてから種まいてるんですよ。表面を削って土の浅いところに虫とか虫の卵が残ってないかなというのを、ある程度ねその土の表面を削ることによって土の上の方にいる虫や虫の卵なんかをどかす効果があったんじゃないのかなと今は思うと考えられます。はい、で今回そういうことをせずに種まくところだけちょちょっとやって種まいて終わりにしたんで食われてます、うん、まあでもこういうことをこうやってね虫に食われることでむしろ生き残ったやつは適者生存で強く育つ個体なのかもしれない。そういう意味では虫によって選抜がされているとも考えることができますね。はい、まあ、何にせよね、とりあえず、ちょっとね、うまくいってないです。はい。だからね、これはね、もっとね、うまくやるやり方をね、引き続き研究していきたいなと思っているところです。まあ、何にせよ、草に埋もれてしまうと野菜が育たないっていうことは、共通していることなんで、その点の草の管理は引き続きやっていこうと思います。まあ、ということでね、ここもね、引き続き、草刈りをして、経過観察を続けていこうと思います。はい、ついでにですね、両方の草刈り初期除草のやり方について話してやってます。この、
耕して表面が、表面に草とか枯れ草がない状態になったところは、これ三角砲でガリガリと一発やっていけるんですけど、こっちの飛行機で上に草マルチが乗ってるところ、そういったところはいっぺんに引っかくのがやりにくいので、そういったところはこのハンドツールでありますノコギリガマや、小ガマ、これを使っていきます。じゃあまずね、こっちの、表面がね、表面に枯れ草とか草マルチがない方からやっていきます。これはシンプルで、このまっすぐに巻いてるんですよ、目印を使って。なのでこうやってガリガリと削ればそれで済みます。これを、この初期除草をやりやすくするためにも、まっすぐ植えることが非常に大事なんですよ。で、これ今ね、ちょっとひび割れてしまってる。これが、耕したところのデメリットでもあるんですけど、ちょっともうちょっと拡大してみますね。はい、ここ。この辺りひび割れてますね。これがね、耕したところで土がむき出しになると出やすい、ひび割れも良くないんですよ。こう大きいひび割れがそこからね、乾燥していっちゃうんで、土の中がね、無駄に乾燥するのも良くないです。なので、これを埋める役割も兼ねてます。こうやって表面をこう、中耕と言ったりするんですけどね、こうやって引っかくことね。これで、除草を兼ねて、引っかいて、で、慣らしてます。まあ、除草目的で引っかいて、ついでにこのひび割れを埋めてる感じですかね。で、こういう作業が立ったまま、ガリガリと、いっぺんにやっていけるわけです。というふうに、まあ、除草もやりやすいんです。じゃあこっちが飛行機の方ね。はい、こっちの飛行機の方なんですけど、ここは表面に草マルチがあります。そういうそのためにやりにくいです。なので草マル飛行機でも草マルチをしなければ、これ引っ掛けてやることはできるんですけど、ただね、飛行機の方はちょっと表面硬いっちゃ硬いんですよ。あとは雑草の再生が早かったりするともう根付いたりするんで、やりにくかったりします。まあ、今ねこれ土が柔らかいんでやれますね。ただこういうところはちょっと草があるんでやりにくいのと、あと、まあ、草マルチがどうしてもどかされてしまいます。こうやってね、まあ、土がむき出しになってもいいんであれば、こうやっていっぺんにやる。あ、いました、いました。これでコロンと出てきたけど、これがコガネムシの幼虫ですね。こういったものがやっぱ生えたての白菜とかちょん切っちゃったりするんですよ。これがやっぱり理由かな。表面にいるんですよね。このちっちゃいのがいるわ、今も出てきたけど。こうやってその、植物の残差があると、それを食べて分解してるんで、こういうところには多くなっちゃうんですよね、どうしても。もうそれが一回耕すことで、土の、まあ、上下加管されて、下のところにも行ってるから、コガネムシの密度自体が下がってるのかもしれない。基本的に彼ら、地表面にいるんですよ。やっぱ引っかいたら出てくるな。今3匹ぐらい出てきましたよ。ちょっと見失ったけど。で、この草マルチをもう一回戻すこともできます、こうやってね。はい。あ、割とできるな。割と、できました。すいません。草マルチ。ただこれはね、細かく、ハンマーナイフまで砕かれたやつだから、こうやってガリガリできますけど、普通に鎌で買っただけの長いままの草だと、こういう風にうまくできないと思います。今回のこれはね、ハンマーナイフまで粉砕した後の、草マルチ細かくなってるやつだからこうやってできましたけど、それがね、いつもの、その鎌で買っただけのまだ繊維が長い状態のやつだとやりにくいんですよ。どうしても生えたての野菜に絡まったりしちゃうん で、うん、でそういうところはピンポイントで草刈りをするためにハンドツールを使います。一般的なのはノコギリガマですけど、小ガマは私はよく使ってます。これは一気にガリガリってやれるんで、例えばこの辺映ってるかな、このライン、人参なんですよ。で、ここは草マルチあんまないんで、そのままカリカリやっちゃいますけど、こうやってね、行くわけですわ。はい。やっぱりどうしてもこうやって引っかくと、表面の被覆している草マルチなんかを一回どかすことになります。これで一回きれいにしてもいいんですけどね。やっぱこうやって表面が被覆されているところは、どかしてみても、ひび割れが非常に少ないですね。まあ、ほぼないですわ。土の状態もいい。うん、だからこの表面に草マルチしておくことのメリットはこれですね。土が守られていい状態で保たれていると、はい、なので狭い面積でやるんであればこれでいいと思うんですよ。手をかけてね。ただある程度面積やるんであればやっぱ耕して平らになったところに、まあ、三角形でガリガリやる、もっとその除草の手間を省きたいんであれば一回雑草を生やしてからもう一回耕してその後に植える、種まきをするというやり方があったりします。はい、ということでね、ついでですけれど、耕して
表面に草マルチがない状態のところと、まあ、不耕起で表面に草マルチがある場合の、草取りの仕方についてお話をしました。ということで今回はね、まあ、耕したところと耕してないところでの種まきその後の経過比較とその考察、そして私自身が防虫ネットを使わない理由についてのお話いたしました。はい、ではね、今回もここまでご視聴くださりありがとうございました。それでは失礼します。